さあザ・ルーキートーナメント2011ファイナルもいよいよこのフェザー級を残すのみとなりました。赤コーナーからリバーサルジム横浜グランドスラムの田中道則、そしてなにわの暴れん坊石原ヤシャボー。いやーでもその新宿フェイスにそのヤシャボーの応援軍団が上りまで作ってきてすごいことになってましたよ。これあの大阪の大会ではもうおなじみという光景なんですけれども、はい、石原ヤシャボー、それがもう歌舞伎町席巻しちゃってますよ。さあ赤のトランクス右側石原ヤシャボーです。ワンツーで入っていく田中。さあここは一気に上を取る、一気に上を取る、速いこのスピードです。まあ、あの石原ヤシャボーの方はスタンドで準いや2回戦準決勝とナックアウト、はい、あの2回戦はグランドパンチだったんですが、はい、準決勝はあの優勝候補の一角を担っていた山本健二に対してミニフックでの KO でした、はい、トーナメント1回戦はドクター拓哉に対して判定勝利、2回戦は角田成俊に対してグランドパンチの KO 勝ち、準決勝は山本健二に対しての KO 勝ちという石原ヤシャボー。そして一方の田中道則はトーナメント1回戦は六本木宏に対して腕十字一本勝ち、2回戦は不戦でした。そして準決勝小倉拓也に対してこれは下からの三角締めで、まあ、飛びつき三角のような格好で速攻勝利、1ラウンド3分9秒でした。決勝に進んでいます。まあ、あの関係者の間では田中道則このフェザー級にあっては、はい、ポテンシャルの高さを見てもこれは優勝候補に挙げて間違いなしという部分があったんですけれども、そうですね、西の方からこの石原ヤシャボーが、はい、いや待った、なにわの暴れん坊ヤシャボーがいるぞと東京に乗り込んでまいりました。さあしかしながらこの田中はスピードに勝りこのグラウンドへと引き込んでいます。こっからですよね、ヤシャボーがどうしのいでどう自分のペースに持っていくか。でも田中の方は落ち着いてますね。打撃を変に警戒してないし、はい、あの動きが柔らかいですね。さあ後ろをつこうというところ、石原の方も腕を巻きながらなんとか田中のバックを許しません。さあその間に上を取ります。まあ、際の攻防もうまい田中ですから、はい、まあ、この辺りは本当に定石通りというんでしょうか。そうですね、と言いながらもなかなか次はこうすれば有利になると分かっていてもできるもんではないんですが、はい、その通りにやってみせます。さあそしてスラム、まあ、一方のヤシャボーの方もこれはラバーですかね、足を畳んできます。どちらかというとこう打撃打撃のイメージの強い石原ですが、さあ上から田中が投げる、ヤシャボーがそこを立っていけるか。さあ足が上がってきた、もうこれ三井さんヤシャボーの方割と足を利かせながら、そうですね、田中の寝技に対してストライカーじゃないですね、うーん、トータルファイターですね。さあそこもかいくぐって上を取ります。いやマウントだ、マウントから、うん、これは横三角に入っていこうというところ、三角一気に来た、しかしどうだ、腕十字もある、いや潰した、これは田中のフルコースにかかるかと思ったんですが、いやヤシャボーもやるな、うん、マウントを取るやまあそのまま三角へ、上からの三角でしたよね、はい、一気にまた締めに入ろうというところをヤシャボーが、どうしてもねやっぱりストライカーって目で見てたもんですから、はい、あのまあ、やるなっていうのは失礼な言い方なんですけど、うん、やっぱり寝技もちゃんとできますよね。さあそしてこれはいわゆるヘッドロックのような形になりますが、そうですね、さあ後ろをこれともすると許してしまう体勢ではありません、はい、いわゆる、まあ、柔道でいうけさの体勢の、ですね、まあ、長時間になると後ろを許してしまうという、まあ、リスクもあるんですが、ちょっとこの田中のこのヘッドロック頭に巻くとなかなか動きが取れないという状態になっていますヤシャボー。さあそして際の攻防から後ろを取ります。やはりこれが新人王の決勝というふさわしい戦いになってきました。これ田中がペースを握るかと思うとヤシャボーが戻すという、そうですね、まあ、流れになっています、はい、だからこんだけやっぱ反応できるから、あのちょっとこれ今日社会にヤシャボーをストライカーと見るのはやめることにします。あ、なるほど、はい、さあ後ろをキープのヤシャボー、ここからバックからスリーパーを狙い、ゴッドを反転して戻す、そしてパウンド、
この辺りの際は一級品だ、田中。さあ腹を出しながらバウンド。いや手感もいいですね。手感いいですね。そして今があっという間。いやこれ5分が短かったようにも感じました。田中道則対石原弥社坊。さあこれは三角を狙った田中道則の第一ラウンドです。しかしそのままうまく対処して弥社坊が抜いています。まあ、これ三井さんもおっしゃる通り、もうストライカーと見るのはやめますという言葉通りの動きでした。弥社坊やっぱりなんか上がる、決勝に上がるべくして上がってきた2人っていう試合ですよね。さあこの弥社坊もプロのリングではこの東京は初めてということになってますから、はい、これ初めて見るというお客さんももしかしたらいるかもしれないんですよ ね。東京のお客さんでは、はい、さあこれはクリントンのパンチ。いやーこれはまあ見応えありました。バーズを崩すところ弥社坊一気にか後ろ。さあそのままボディー、さあガードの体勢を取ります。田中多分あれ昔制度会館の小安選手が使ってたあの小安キックってやつで、あのタイミングがずれる範囲なんですよね。手をつくことによって意表をつかれるから、そこまでやるか、何が飛び出すか分かりません。大応援団が大阪から繰り出しています。石原弥社坊、これちょっと面白い光景ですよね。なんか弥社坊がここからパウンドに行くのか、グラウンドで決めるのか、はい、田中が下から返すのか、ちょっとこっからの攻防面白そうですよね。まあ、もちろん東西対抗ですから、はい、田中陣営そして田中のファン仲間内からは、まあ、田中が優勝というような見方でこの新宿フェイスに集まったと思うんですが、そうなんですよね、大阪から来た大応援団の弥社坊もなんかもう二分してるような感じですからね、軍団応援団はね。まあ、この12月のシュートの風物詩、まあ、シュート年の納めは新人王決定トーナメント決勝ファイナルと、はい、いうことになって久しいんですが、そこへ持ってきて6階級目このフェザー級の決勝が何しようふさわしい戦いになっています。さあこれもまた上からの、これ脇からも捉えてるんですが、一気に上を取れますね。取りました。いやこれで上を取っちゃうんだ。取っちゃいますね。でもこれ改めてあの田中の背中の筋肉すごいですね。さあ上を取りました田中道則。さあここからまた相手を削っていくのか、あるいはまた三角、他にもいろいろ手はあります。引き出しの多さを誇る田中道則。しかし弥社坊の方も足を使いながらスイープの機会を伺います。まあ、ここまでものすごく勢いがあってトーナメントを駆け上がってきた田中ですから、まあ、これだけ大阪から来た弥社坊が自分の寝技に対してグラップリングに対してこう対処してくるのを見ると、まあ、焦りというんでしょうかね、いつもと違うぞっていうような部分。そうですね、まあ、ちょっといつもと違うぞというのはあると思いますけどね、はい、でもやっぱり自分の戦いしてますね。これだって今決めに来てますよ。フロントスリーパー、フロントスリーパー、いやネックロック気味。まあ、あの決めるところにはならなくても、はい、プレッシャーにはなりますからね、はい、これもあるぞあれもあるぞ。さあフロントスリーパーの体勢を取ります。うなる背筋。さあ弥社坊の喉元、前から狙っていく田中道則。フロントスリーパーの体勢、先ほどさ、あの川さんがね、あのリバーサルで勝村修一郎 BJ がいる、セコンドに BJ がいるってことをおっしゃったんですけど、あのここのジムに出稽古に行ってる選手から聞いたんですけど、はい、結構そうそうたるメンバーが出稽古に来てるらしくて、他にも、そう、まあ、あの有志に上がってる尾身川とかですね、まあ、そういう選手とやれるっていうね、あの田中が多分ね、あれあんだけのメンバーでやってるから強くなってるんだと思いますよってその選手は言ってましたね。なるほどね。さあその進化はこのプロのリングで、そしてこの新人王決定トーナメントの決勝のリングで発揮できるか田中道則。まあ、ここまではその通りと言えます。はい、いや自分の試合してますね田中は、さすがです。そしてまたこれだけの名勝負を生んでいるのは弥社坊の戦い。そうですね。さあ弥社坊はここもまた腕を首に巻いてスイープの機会を狙います。さあ田中が上をキープ、そして削っていくか。
我々どうしてもこう寝技グラウンドの田中そしてスタンドのヤシャボーと見てきたんですけれども、ここまでヤシャボーがその寝技に対してなんとか逆転の機会を狙おうというところです。さあ上から上からパウンドが来る、脇の間からくるくる顔面を狙う、ちょっともらってしまった、ちょっとヤシャボーがもらってしまっている、はい、これはしんどいと思いますね。ヤシャボーここ早く立つ部分につなげたい。ヤシャボーなんとかガードに戻す、あるいはスタンドに戻したい。さあここは苦節してヤシャボーコール、さあそのヤシャボーコールは耳に届いている。ヤシャボーが立てるかどうだ、田中の拳が顔面を襲う。さあヤシャボーこらえるか、顔面レフリーが見る、さあ動きが止まっているぞヤシャボー、さあさあパウンドが来ている、撤退、これ仮面になっちゃうと止められちゃいますからね。そうですね。さあヤシャボーもう一頑張り見せられるか。さあそして試合が終わりました。2ラウンド10分間が終わったフェザー級決勝。いやー吠えました田中道則。ちょっと放送席も一瞬息が止まるような感じの、止まっちゃいますよね本当ね、決勝になりましたが、さあどうだ、勝ったのは赤コーナーの田中道則でした。20対17、3人がともに20対17をつけて3対0、新人王決定トーナメントフェザー級優勝は田中道則です。